ジャクソンハイツ、ルーズベルトアベニュー、74丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄の複合駅である。IRT、フラッシング線と IND クイーンズブールバード線の駅が一体になっており、クイーンズ区ジャクソンハイツの74丁目、ブロードウェイ、ルーズベルトアベニューの3つの通りに囲まれた場所にある。以下の列車が停車する。IRT フラッシング線ホームの東端 IRT、 フラッシング線の高架駅は、デュアルコントラクツ時代の1917年4月21日に、クイーンズボロプラザ駅103丁目、コロナプラザ駅間開業に合わせて設置された。IND クイーンズブールバード線の地下駅は1933年8月19日の、初期開業区間当駅間の駅として開業した。クイーンズブールバード線の開業と同時に、乗り換え駅として整備された。 当駅は、1936年12月31日に、ユニオンターンパイク駅まで延伸されるまでの間、IND クイーンズブールバード線の終端駅であった。仮想ホームは完成したが、上層ホームは完成しないままだった。複合駅ができたことにより、この地域での宅地需要は伸びていった。近くにショッピングモールを建てるという計画もあったが、結局立ち消えになった。 駅舎の建て替えは、スタンテックによる設計案に基づいて2001年に始まり、2005年に完成した。改修工事に伴い、バスターミナルは閉鎖され、フラッシング線ホームともども完全に建て替えられた。また、クイーンズブールバード線ホームも修繕された。工事は、スウェーデンの建設会社スカンスカが担当し、総工費は1億3200万ドルであった。 改札から各ホームへ向かう階段。中央の上り階段が IRT フラッシング線。左側の下り階段が IND クイーンズブールバード線。74丁目、ルーズベルトアベニューの北東角にあるエントランス。IRT フラッシング線74丁目、ブロードウェイ駅は相対式ホーム2面3線の高架駅である。中央の線路はラッシュ時。 混雑方向の7系統急行が走行するが、当駅には停車しない。ただし、両側の観光船への渡り線が用意されており、緊急時に急行を停車させたり、観光船に急行を通したりすることができるようになっている。改札口は73丁目と74丁目に2箇所ずつ設けられている。74丁目側のメザニンは木造のフロアに、 風よけのついた階段とトークンブース、ホーム下連絡通路が設けられ、階段で駅舎及び74丁目、ルーズベルトアベニュー交差点北東角に出ることができる。73丁目側のメザニンは木張りの壁で、窓はなく、トークンブースもない。ホーム西側の屋根は、ホーム延長時に追設されたもので、開業当初からある東側の屋根とは異なっている。 1917年4月21日に IRT フラッシング線のクイーンズボロプラザ駅103丁目コロナプラザ駅間が開業した際に74丁目に観光駅として設置された。ホームは1955年から1956年にかけて編成長に合わせて延長された。修繕によりタイルが張り替えられたジャクソンハイズ。 ルーズベルトアベニュー駅ホームジャクソンハイズ。ルーズベルトアベニュー駅は IND クイーンズブールバード線の急行駅で、細い島式ホーム2面4線の地下駅である。壁タイルや柱は青色である。ホーム上に改札があり、主要な改札は改札街中央に位置している。また、東側にも無人改札がある。駅両側には転鉄器があり、 環球間の転線や折り返しが可能である。74丁目ブロードウェイ駅に関するカテゴリジャクソンハイズ・ルーズベルトアベニュー駅に関するカテゴリありがとうございます。